どうも。それでは、続きかな。ふい。はい、はい、はい。はい、オッケー。で、まだ。さあ行くわよ、続きだぜ。で、どんな感じで終わったんだっけ。覚えてないわね。あ、そういえばなんか矢打ったから時間を、そう、日にちがいちゃったんでね、2日ぐらい。その時間を操る石を狙撃しないと。これ風にしとこうかな。敵かよ。ここを射抜いたから、あの時間を操るのってどっちだったっけ。今ここだろ？地図の使い方が。ここだっけ？あ、ここだ。で、さっきのところに入るわけよ。これね、ほんとこれ苦手。マジファックだろこれ。スカイウォール貯めてさ。あ、これ船長も思ってたのに、上こうやってガードしてたんだよね。こうやってガードしてたのに、これしたらなんかガード関係なかったみたいなんですよね。まさかあれか、ジャンプ切りの場合は上ガード関係ないとか。なんか時間を操るやつとか。近距離。押していいの？素直に。ああ、そうなるよな。これ石
こっちも空いてる。お、すげえ携帯になってんだけど。あ、これ多分動かせない。なんだこれ。あ、もともとそうよ、俺が置いてたのか。あれどうすんだろう。扉じゃないもんね。おい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 と。とりあえずね、あのまま弓で一回時間を操ってみようかな。いけるかもしれない。なんだっけ。あ、いけない。この状態でいけるんだ。なんだよ。お金は欲しいけど、こっちが優先。よし。いいぞいいぞ。進んだ。これはこっちか。これね、時間を操らないといけないと思う。よし。と、こっちだ。これ以上押せない。いや、よかったの。何起こった。マスター、大きな振動確認。この装置を操作したことにより船内で何らかの構造物が動き始めたと推測します。状況は不明ですが、現時点で牢にいる船員団元へ急ぐことを提案します。
その船員の場所俺知らないんだけど。うん、記憶が最近記憶力がね、こっちだったっけ、こっちの方だと思う。私が何らかの動きを示していると見た。ほら、これじゃないの。動き出すとこあったっけ。これ男女のマップ自体はそんなに覚えてないのに。こっちにまたある。違ったこれ。なんだこれ。なんだな、おい。時間を操るのではないの。なんだろうあれ。え、ここ時間をしたらこれ、こっち来れなくね。確か。やってみよう。前回の分割は許してね。わかんないな。ここでブスリとやって、あれ向きがあんのかな、やっぱり。あ、もうこれでいい。これはこれで OK。 先かな。まだ先に何かあるとか。何か変わったことはあるか。何か変わったことは。特にない。特にない。ない。変わったところないもんな。お前人間だな。どうやってここまで入ってきたのケロ。
うん、そこ機関室にはこの牢に通じる通路があるんだ。でも機関室を 通ってここまで来るには機関室の電源を入れる必要があるけど、あれお前もしか電源入れたんだか。でも一つしか入れてないんだな。電源は二つあるんだ。残る電源はここにあるんだ。そこ地下1階。でも見つけたけどさ、なんか行けなかったんだけど、どうすんのかな。見つけたけど行けなかった。ビリビリがあって邪魔だった。ちょっと上がる、上に上がる。ちょっとあんまり長いとね容量がやばいんで、一回セーブして切ろう。一回切るわよ。お、なんかそこに